あえて触れずにいきたいと思います。桂の名前の由来は桂ハゲなのにカツラーつってね、はい、多分1億回以上言われてるジョークだと思うんですが、三風化ブログによりますと、カツラの木の花言葉は不忠不変みたいです。木に花言葉ってまあなかなか面白いですよね。ハゲた白髪のおっさんなのにもかかわらず子供じみたクイズが好きだと、死ね死ね光線とか言っちゃうと、そういうところを見ると普遍が当てはまるのではないでしょうか。ジムリーダー兼悪の組織のリーダーといえば榊様ですよね。名前の由来は榊、榊優也の榊ですね。榊の花言葉は控えめな美点、揺るがない、神を尊ぶ、みたいです。一見、榊様に当てはまりそうな花言葉たちなのですが、案外、そうでもないような気がします。例えば、揺るがないなんですけど、主人公にバトルで負けて、あっさりとロケット団を解散してしまったあたり、結構、聞き分けがいいというか物分かりがいいというか揺るがない感じはしませんよね。神を尊ぶはもっとふさわしい悪役がこれからね出てきますし、名前のかっこよさの割にはあまりその元ネタを反映してないんじゃないかと思われます。続いては四天王の紹介に移りたいと思います。まずは氷タイプ使いのカンナから。名前の由来はカンナの花から。花言葉は情熱、快活、永遠、妄想。あまりカンナさんには当てはまらない花言葉たちですよね。強いて言うならば情熱でしょうか。どちらかというと霞のキャラクターをよく反映している言葉たちだと思うので、もしかしたら制作の段階でカンナと霞の名前が入れ替わってしまった説を僕が新たに提唱したいと思います。四天王二人目は芝、格闘タイプ使いです。名前の由来は芝。僕が調べた限り芝単体には花言葉は存在しませんでしたが、芝桜にはありました。合意、一致、臆病な心。あんまり芝には当てはまらないような言葉たちですよね。まあもともと芝桜が名前の由来じゃないですからね。ここはまあまあという感じで。四天王三人目は菊子。名前の由来は菊。菊の花言葉は高貴、高潔、高尚。これもなんかあまり聞く子には似合わない言葉ですよね。後のゲームに出てくるマダムみたいなキャラクターだったら、この言葉がすごく合うと思うんですが、どちらかというと近所に住んでる怪しいおばはんみたいな感じなので、あまり聞く子は元ネタの花言葉が反映されてないみたいですね。後のチャンピオンになる最強の四天王、それがこちらの渡るです。名前の由来は綿。綿の原料であるコットンフラワーの花言葉は優秀、繊細、偉大、崇高、有用な、私を包んで。渡るくんは結構ストレートに
まあ、コットンフラワーの花言葉を表しているような気がします。ドラゴン使いということで崇高っていうのも分かりますし、あと背中にねマントを羽織っているのでマントに包まれているということで私を包んでってなりませんかね。最後にラストを飾るにふさわしい人物の名前を紹介いたしましょう。みんな大好きポケモン博士、オーキド博士です。名前の由来はオーキド、日本語だとランですね。ランの花言葉は美しい淑女、優雅。美しい淑女はまあ論外として、優雅どちらかというと気さくで物知りなおじいちゃんみたいな感じだと思うので、まあ優雅ではないと思います。以上が関東地方の登場人物たちの名前の由来と花言葉でした。全体像を見て結論を言わせていただきますと、関東地方のキャラクターたちは名前の由来となった植物の花言葉を反映してたりしなかったりしましたね。結構まちまちでした。ただ僕の調べた範囲によりますと、ポケモンのシリーズが続くにつれてより花言葉を反映していく感じになっておりますので、よければ、続きのパートも上がった時にご覧ください。それでは次回城都地方編でお会いしましょう。 Goodbye! See you later! 最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録のご考慮よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。